皆さん、こんにちは。日本をかっこよく、結び大学でございます。今回は、信長と家康が同盟関係を結んだ、それはなぜであったのか、ということをいろいろと考えていくことによって、人が何かをしようとするときに、様々な障害が起こる。その障害を乗り越え乗り越えしていった先に、初めて大きな 成功があるということを皆様とご一緒に考えてみようというふうに思います。まず今画面に出ておりますのが織田壇上信長です。信長は何はともあれ信長の名前を最も有名にした事件が何かといえばこれは桶狭間の戦いでありました。尾張の小国の一、 大名に過ぎない。まあ大名というよりも、守護大名自体はしばしがいましたので、どちらかというと守護大になりますよね。その一大名に過ぎない織田信長が、大した兵力があるわけでもないにもかかわらず、巨大な今川義元の大軍団をものの見事に打ち破ったと。いうことは、これはまさに天下を揺るがす大事件となったというのは、 これはもう皆様よくご存知いただいていることではないかというふうに思います。こうして今川方との間の決着を何とかつけた信長は、その後すぐにこれまで散々いたぶられてきた美濃へ攻め込みまして、美濃の斎藤道さんの孫の斎藤達明、これを駆逐して、で、美濃を支配下に収めます。そして、この時から信長が用いたのは、 これになります。天下不武ですね。天下不武っていうものについて、これよく皆さん誤解するのが、こ,れ、まあこの娘、むすび大学では何度も申し上げていることですけれども、天下に武を敷く。ね、布と書いて敷くと言うんですけれども、武を敷くというのは、これは武力を持って、で、周囲を全部蹴散らして、で、天下を統一するんだという、そういうことでは全くないんですね。そうではなくて、 天下に竹るをしくなんです。まあ天下と書いて雨の下。ね、雨の下に竹るをしく。竹るとは何かというと、歪んだものを竹のようにまっすぐにするっていう、これ一つの理想なんですね。現代で言うならば、日本を取り戻すみたいなもんなんですよ。で、この天下不武ということを、この言葉が出てきた背景っていうのは何かと考えてみますと、 これが、ああ、なるほどなと、ふに落ちるものになっています。どういうことかと言いますと、京の都に足利将軍家があったんですね。で、この室町幕府、京の都にあったんですけれども、そこで足利幕府の第13代誠位大将軍でありました、足利義輝が、なんと、英力の政変によって、京都の二条御所で、 殺されてしまうという事件が起こるんです。天下の将軍が殺されるんです。アニメのキングダムで大きい大将軍が殺されるどころのレベルの話じゃないんです。将軍自体が殺されちゃう。これ言ってみれば、チャイナの歴史で言うならば、国王そのものが殺害されるに等しいわけです。大変なことが起こったわけです。で、この事件があった時には、さすがに時の天皇も,もう政務をなんと3日間も停止して、 喪に服するということを行いました。さらに、朝廷の女官たち、この女官たちが、もうまさに言葉もないことと言って、嘆き悲しんだと伝えられている。でそれだけじゃなくて、越後の上杉謙信は、三好松永の首をことごとく跳ねるべしとこう、もう怒りをあらわにしてるんですね。で、しかも上杉謙信の場合ですと、神仏に、何が何でもこの三好松永を、私が打ち滅ぼしますと。 いう、誓いまでしている。で、さらに、大阪とかね、京都のあたりの一般民衆。この一般民衆が、なんと、総勢七八万人、摂津や大海から、もう帰線を問わず一般の民衆が集まってきて、将軍、足利義輝のを死を悼む。ということをやってるんです。この時に、ね、シャーン、シャーン、シャーンと、ドラを鳴らす。あの悲しみのね、ドラを鳴らす。 このドラを鳴らす人だけで、今日の都になんと2800人もいた。もう本当に多くの民衆が嘆き悲しむ。そういうことが起こったわけです。足利幕府もそれなりに一生懸命になって政治を行ってきたのは事実なんです。で、お米っていうものが我が国の経済の中心にある。で、そういう中にあって、足利幕府の時代っていうのは、実はね、大規模な地震が4年に1回の割合で発生するという、 大変な事態が起こった時代でもあるわけです。で、地震が起こることによって、当然、火災が起こったり、津波が起こったりする。そうすると、いわゆる被災地が生まれるわけです。で、被災地は、食うものがありません。その食べるものがない被災地に対して、お米を送り届けてあげるっていうのは、これは地元のお殿様の役割になります。でも、お殿様の領有している地域全体が、 災害によってやられてしまったってことになりますと、お父様自身も自分のところに備蓄している食料だけではもう足らなくなるんです。で、そうすると、どうするかというと、将軍にお願いをして、足利将軍からお米を都合してもらって、で、地元の自分の国の民衆にこれを分け与える。っていうことを行うわけですね。でもですよ、地震が起こるのは4年に1回なわけですよ。ま、たなく間にお米がそこをついていってしまう。で、そういう中にあって、これからどうするんだ 米がないのに税を取るとは一体どういうことだみたいなことで、将軍の室町幕府の内部で様々な紛争が起こってくる。揚げ句の果てが、なんと将軍が殺されて,てしまうという事態が起こるわけです。これ本当にだからとんでもないことが起こったわけですよね。で、この足利、義輝が殺害されたことによって、次の将軍を立てなければならないということになりますよね。 で、この次の将軍として名前を挙げた。俺がやりますと言って手を挙げたのが、この時点で出家して防災になっていた足利義明なんです。で、この足利義明が伊勢の方へ逃げてくるんですね。要するにげ、あの、防災で頭を剃ってたわけなんですけども、これを伊勢の方に逃げて、で、髪の毛を伸ばし始めて、要するに減速するわけです。そして、自分が次の将軍になるというふうにまあ宣言するわけです。ところが、 伊勢にいるわけですよ。で、室町幕府は今日の都にあるわけですよ。で、今日の都には行こうと思っても、三好松永がもう、もう今日の都を制してますから、足利義明が、のこのこやってきても首、跳ねられるだけなんです。で、それで、何とかして、自分が将軍として今日の室町に帰る方法はないか。ということで、いろいろ地元の人に相談したところ、その伊勢の豪族の一人が、わしが、信長殿と、と 仲がいい。わしが何とか信長のに話をつけてやろう。っていう話になるわけです。で、この時の信長というのが、まさに今川義元を桶狭間を戦いで破り、そして、美濃の国の斎藤達之を追っ払って、尾張美濃の二カ国を領有する、まさに大大名となった人であったわけです。しかも、尾張名古屋、農平野っていうのは大変に広大な平野があります。 この大変広大な平野で、お米がたくさん取れるわけです。つまり、財政面でも余裕があるんです。お米の面でね。しかも、経済の面。要するに、お金の面におきましても、信長が行った楽市楽座によりまして、もう経済的にも大変に潤っている。この経済的に潤っていて、しかも食料をたくさん持っている信長とともに、足利義明が今日の都に上洛をすれば、改めて、室町幕府の復興ができるではないか。 こういう話になるわけです。そこで、信長は足利義明を庇護して、そして、よし、分かったと。ならば、自分が今日の都に上洛しようではないか。そして、足利将軍家の再興を見事に達成してやろうじゃないか。っていう決意を固めまして、天下不武、天下をたけるんです。天下の歪みをまっすぐに垂らすんです。という、反抗を、自分の反抗として用いるようになったっていう、 流れでこの言葉が出てきてるんです一方桶狭間の戦いで今川義元が殺害されてそして今川義元の息子であります今川氏真という人物が次の今川家を担うというふうになっていくんですね今川氏真っていうのは実は松平元康つまり後の徳川家康と 一緒に大変切災によって育てられた人物なんです。言ってみれば、兄弟同然に育てられた。そういう関係にあるわけです。その兄弟同然に育てられた、この今川氏真と松平元康。後のと、あ,あの、 えー、松平元康って言ったり、徳川家康って言ったりすると厄介なんで、もう全部家康で統一しちゃいますけれども、今川氏真と徳川家康というのは、お互いに、まさに子供の頃からずっと一緒に育っていますから、いわば通貨の中なんです。この通貨の中にあるわけなんですけれども、今川義元という大大名が亡くなってしまった以上、なんとか今川氏真と徳川家康と二人で元の領国というのを守っていかなければならないという、 話になるわけですよね。で、それにあたって、同時に、徳川家康は、岡崎の、元々の自分の松平のお城を取り返すわけです。岡崎には、今川義元の命を受けた、ね、上司が別にいたんです。これを捕獲して、で、自分が岡崎の上司になるわけですね。で、そうなってくると、今川おじさんにしてみれば、お前一体何を考えてんだと。そこは今川の領事なんだお前が勝手にするようになっとらん。っていうような話になるじゃないですか。 でも、家康と宇治原の関係からしてみれば、まあまあ、なあ、兄貴も、そんな堅いこと言わなくてもいいよ、もう。しっかり我が守ってやるんだから。そうか、本当にしょうがないな、お前は。みたいな話で、そこは、通過でなんとかなる部分もあったんです。ね。そこまで OK でしょで、その状況の中にあって、今度は、織田方と、 このね、今川方っていうのが対立関係にあるわけなんですけれども、その最前線にいるのが徳川家康なんです。もともと今川義元がいて、この黄色いところが信長。ここの辺りっていうのが要するに岡崎で、徳川家康がこの辺りを制することになるわけなんですけれども、ところが、織田信長とは、まあ、これ敵対関係になります。あの、この時点の家康はまだ今川方というふうに見なされていますから。で、実際織田方と小競り合いが起こるんですよ。 で、小競り合いが起これば、当然のことながら、矢面に立ってるのは家康ですから、今川氏真に対してね、兄弟同然に育ってるわけだから、信長さんに責められたから、なんとか援軍頼むよ。僕もうこのままじゃ、うち滅ぼされちまうよ。っていう話になるじゃないですか。ところが、今川氏真、兵隊さん出してくんないんです。なんでかっていうと、これまた理由があって、今川義元がいなくなっちゃったっていうことは、 当然、今川の国力が落ちる。落ちたということは、そのチャンスに、担東の北条氏、そして、甲州の武田信玄、これが今川の領土を取りに来る、というふうな形になってくるわけです。で、そういう話をすると、これもまた皆さんよく、あの、小説なんかでもよく誤解されがちなところなんですけれども、そもそも、要するにその、お大名さんたちの征服欲、 みたいなものがあって、領地を奪いに来るんだっていうふうにお考えになる方が多いんですけれども、そうではないんですね。自分たちの国の土地を守るために、治水工事、大きな川っていうものをいかに制するかっていうのがものすごく大事なことになるんです。で、その時に、この藤川の上流っていうのは講師になるわけです。で、北条氏の方にも川が注いでるわけです。それを、 この川の流れっていうものをちゃんとお互いに協力し合ってなんとか領民たちを守っていきましょうねっていうことでそもそもここは三国同盟があったわけです。三国同盟はあったんだけれども同盟っていうのはあくまでも利益が共通しているから同盟になるわけであって同盟関係のどっか一箇所が急激に力を落としたということになると例えば相模の北条氏っていうのは自分たちの身を守るために 今度は今川の両国に対して、ちょっとでも一歩でも城を奪っておいて、で、できるだけ自分たちの土地の面の見るところを増やしていかざるを得なくなるんです。それは支配欲とはまた違うんです。自分たちの安全を図るためにはそうせざるを得ない。少なくとも、ね、例えば今川さんと北条さんが争いになりましたっていう時に、じゃあ裁判で決着しましょう。どっかで話し合って決着しましょうって言っても、 裁判してくれるところがないわけですよ。で、本来であるならば、ね、今日の都の足利将軍家が、そこら辺の仲裁っていうものをちゃんとして、将軍家が、お前はここまで、お前はこっちまでっていうふうに決めてくれれば、それで全てことは解決するはずなんだけれども、いかんせん将軍、将軍様が殺されちゃってるわけですから。いなくなっちゃってるわけですから。もう自分たちで問題の解決をするしかないという環境にあるわけですね。で、結果、 この今川氏真、ね、今川義元の息子は、どちらかというと、東側の対策に兵力を振り向けざるを得ないという状況になってくる。で、さらに、これはね、あの歴史の流れでね、すごく複雑な部分なんですけども、北条氏によって土地を奪われそうになったっていうこともあれば、もう一つあるんです。<laughs> これがね、事実関係のこう、流れがあるんですけども、上杉が北条氏の 領地の方にこう乱入してきまして。で、北条氏康が上杉と戦うっていう流れになるんですね。で、その時に今川氏真、えー、が援軍を出してあげる。なんてこともやってるんです。だからお互いに戦いもするけれども、どう、まさに仲間でもあるんです。で、そ、そこら辺の話はまたどっかで詳しくやりますけれども、非常にややこしい、いろいろ入り組んでる。ただまあ、とにかく、とにもかくにも今川氏真としては、北条大作、武田大作っていう方に兵を向けなければならないという状況になった。 そうすると、反対側の西の織田対策、織田信長対策っていうのは、家康さん、あんた頼むよもう、もう、うまいことやっておてくれよっていう話になるわけです。で、当然のことながら、信長が三河を奪いに来るであろうと。そもそも、そのために、ね、今川によって奪われた土地を守るために、信長は桶弾を戦ってるわけですよ。そこに家康が入ったってことになれば、信長は家康を攻めに来るだろうって思うじゃないですか。 で、現実に小競り合いも起こってるんですよ。ということは、信長の本体がやってきて、家康の軍隊と真正面からドーンとぶつかるっていうようなことって、起こりそうな感じがするじゃないですか。起こらないんですよ。信長は、三河の家康に対して、全く手出ししないんですよ。ええー、なんでってことになるじゃないですか。で、それはちゃんと理由があるんです。っていうのは、信長にしてみれば、尾張の東側の最大の脅威っていうのは、これは今川家なんです。 で、今川家と織田家の間に三河があって、三河には徳川家康さんがいるわけです。そうすると、信長にしてみれば、家康を何とかして懐柔して、今川と徳川の真ん中にいる家康が独立状態になって、どちらかというと、やや信長方の味方っていうような状態になってくれれば、今川方に対する備えがこれでできてしまうんです。自国と鉄国の間に、 一つの干渉地帯が出来上がってしまえば、その分だけ自分のところは安全になるんです。だから信長は三河に攻めて来なくなるんです。で、そこへさらに信長がこれを言い出したっていうことがあるんですね。天下布部。家康にしてみれば、ならば信長に直接会って、信長の腹の内を探ってくるのは、今このチャンスしかないっていう話になるわけです。それで家康は、 信長の居城であります清にまで足を運んで、そして信長と膝詰めで様々な話をしていきます。その時に信長が足利義明を報じて、そして改めて天下に太平をもたらす。そのために、家康さん、あんた俺に協力をしてくれないかという話になるわけです。これはね、当時の家康まだ若いんですよ。しびれますよ、それは。日本の平和のために。 で、そもそも、この時点の家康っていうのは、自分を育ててくれた今川義元が殺されてしまったっていう事件があったわけですよね。おけはさまで。その直後に家康は自ら腹切ろうとしてるんです。老い腹切ろうとしてるんです。今川義元大好きだったんです。大好きなおやさんが亡くなったっていうことであれば、自分もね、後を追って腹を切る。で、そう思ってお寺さんに行って腹切ろうとしたら、お寺の住職さんが、あんた何やってんだっていう話になって。 生きること。あなたには大きな使命がある。いや、使命も何も、だって親分死んじまったんですよ。あなたの自分の使命が見えないか。いや、使命がないと思うから今こうやって腹切ろうとしてるんですけど。家康殿。あなたは天下を抑える人物じゃ。天下のために働きなされ。こう言われて。え、そうなのって <laughs> いうことで、家康は自害を思いとどまったっていう経緯があるんです。天下のために働けって言われたんです。お坊さんから。 それで、信長にやったら信長は天下富武だっていうわけです。そうかよし分かった信長様とこれから行動を共にしていこうという決意を固めた。これが、いわゆる清須同盟と言われるものに発展していったということになります。歴史っていうのは、 その個々の様々なこう事件が単発にあるわけではなくて、いろんなものが全部つながって一つのストーリーになっています。そのストーリーっていうものを改めて把握して、ならば、自分ならばその時にどのような判断したであろうかっていうところまで考えていくのが、これが歴史を学ぶということになります。今回のお話というのは、このお話を通じて、いろいろ常にどんな時代においても様々な問題を抱えている。 どんな時代にあっても、トントン拍子で物事がうまくいくということはない。家康と信長は清ス同盟を作りました。お互いに同盟関係になりました。その時から、実際に家康が江戸に幕府を開くようになるまで、それまで家康は本当に観南真空の毎日であった。というのは、これはご理解いただけるんではなかろうかと思います。天下風という一つの目標というものを立てて、 その目標に向かっていこうとしたときに必ず様々な問題が起こります。このね、何かをやろうとしたとき、理想に向かって進んでいこうとしたときに必ず問題が起こる。その問題っていうのは最低1000個の問題を解決しなければならないと言われています。じゃあ1000個で終わっちゃうのっていうと終わらないんです。場合によっては3000の問題が次から次へとお寄せてくる。これを全て解消し終わったときに成功っていうものがあるんだっていうことが言われています。 家康の前には様々な問題が難問が常に立ちふさがっていきました。でも神様が与える問題っていうのはね、これマックス3000で決まってるんだそうです。それ以上は起こらないんだそうです。で、しかも神様は乗り越えることができないような問題は与えないということですから、それを、それを一個一個3000の問題を一つ一つちゃんと潰していけば最後には必ず大勝利をすることができると。 いうところに、この天下風物っていうものがつながっていく。信長一人ではできなかったかもしれない。家康がいた。秀吉がいた。仲間たちがいた。仲間たちと共に一つの理想に向けて進んでいった。いろんな問題が起こった。いろんな問題が起こったけれども、その問題を一つ一つ、丁寧に丁寧に、先の先まで読みながら解決をしていった。これによって、最終的に家康の時代になって、 徳川260年の平和と繁栄の時代を築くことができるようになったということであります。戦国はこれによって終わったんです。何でもそうですけれども、すぐにあらゆる問題が解決していい方向に行くということはありません。最初はもうほとんど、え、どうかしてんじゃないのと言われるような一つの理想から始まる。その理想に共鳴する仲間が集う。そこからあらゆるものが間違いなく変わっていく。 で、ここまでお話をしたところで、えー、令和5年、2023年というのは、希望の年で <laughs>、っていう話をしようと思って、先にスライドが出ちゃったんで、大変失礼をいたしましたけども、改めてね、この木っていう感じって、実はここの部分が人間の足なんです。足がこうなってます。で、足の間から、これは実は水が滴ってるっていう、つまり、新しい事態が始まっていく、ということを意味する感じになります。 元々ですね、こういうこう漢字の成り立ちから、えー、いろんなものを考えていくっていうことをしてるわけなんですけど、元々漢字ってそういうもんじゃないですか。回、証券文字といって何らかの意味を一個一個の漢字に持たせていったという、言ってみれば絵文字のようなところからそもそもこの漢字はスタートしてるわけで、で、その漢字の中に一つ一つやっぱり意味があるわけですよね。 その意味を持たしたものを使って、様々な、ま、十巻とか十日とかといったようなものが出来上がったりしてるわけなんですけれども、まあ、その、じゃあ漢字の意味、いろんな見方がありますよね。いろんな見方があるのに、一体何に基づいて話をしてるんですかって聞かれることがあるんですけども、僕の場合は極めて単純明快です。緩和辞典見てお話をしてるということです。緩和辞典に書いてある。で、こちらの,の、うの方ね、これうさぎ、私のうっていう漢字っていうふうに言われるんですけれども、実はですね、 これが縄文なんですね。日本のお城の縄文っていうのは、まあ分厚い板一枚で仕切られてるだけなんですけども、チャイナなんかの場合には、石で城壁があって、縄文っていうもの自体がものすごく奥行きがあるんです。だから、石塀があってで、そこに門があって、で、向こう側に抜けるには、まあ、まい、あ、大体10メートルぐらい中通らなくちゃいけないっていう、そ,れそんなような状況になってるわけですね。だから、門が厚いんです。その厚い門が、 お城の城門が打ち破られて、で、工場側、つまり城を攻める側の人たちが、わーっと言って城門から中になだれ込んでくるという姿の、実はこの漢字は象形文字になっています。つまり、この希望の年というのは、新しい事態が生まれ、そしてその新しい事態が、従来のものを守っている、そのお城の中に城門を打ち破って、わーっと言って攻め込んでくる。そして、まさにお城が制圧されて、 新しい時代がスタートするということを意味している年ということになるんです。で、これが60年に1回回ってくる。で、今年がまさに希望の年だと。ということは、今年1年というのは大変大きな変革があるということになります。この変革を通じて、その変革の先っていうものをより良いものにしていくためには何が必要なのか。といえば、やっぱりそこに一つの理想を立てる。信長が行ったこの天下風雨。 の理想のように天下をまっすぐにたけるんだっていう、これは言ってみれば日本を取り戻すっていうのと同じ意味の標語だっていうことを申し上げました。で、それを現地にそういうものが提唱され、で、日本を取り戻すっていうものが提唱され、それがこれまではどちらかというと、まあ少数派というふうに見なされていたものが、今年1年で間違いなくこれが主流派に躍り出ると。そして、そのことが大きな改革になっていって、 で、その改革の中ではもちろん3000もの、たくさんの問題は起こるでしょうけれども、その問題を一個一個きちんとクリアしていくことによって、最後には本当に素晴らしい未来が必ずやってくるということを今回はお伝えしようということで、清須同盟のお話をさせていただきました。信長と家康がなぜ同盟関係を結んだのか。そこには様々な背景があった。一筋縄ではいかないようないろんな出来事があったんだよと。でもいろんな出来事があって、それで潰れてしまうんではなくて、 その色んな出来事の中でそれでも理想を求めて一生懸命チャレンジしていこうとした男たちがいたそして今まさにそういう時代になろうとしているということを申し上げたいと思います日本をかっこよく結び大学でございました日本をかっこよく日本をかっこよくかっこよく日本を かっこよく。